こんばんは、高野くもです。先日私はろくでなしピアニストというタイトルの動画をアップしたんですね。まあ、ジャズマンって人間のクズでろくでなしみたいなタイトルなんですけれども、それにですね、森博さんという方からコメントをいただきました。読んでみますね。初めてコメントします。私はろくでなしでなく人でなしですが、ろくでなしをカバーしている小島真由美については、高野くも様は小島真由美についてどのような印象をお持ちでしょうかという質問なんですけれども、私この方知らないんですよ。それでそのカバー曲ももちろん聞いたことないんですね。で私は公開しました。森博さんはじめまして、残念ながら聞いたことありませんと短く返してしまったんですけどね。そしたらぜひ聞いてみてくださいというあのコメントがついてました。でごめんなさい、まだちょっと聞いてないんですけれども、もしこれをお聞きの方でですね、あの小島真由美さんのろくでなしのカバーをお聞きになった方、感想などをですねコメント欄にお書きいただけるととても助かりますということで、すいませんね森さん、時間あるときちょっと探してみます。あとは、マグマグさんからのコメントですね。大切な人や身内が死んでからのビル・エヴァンス、彼がピアノを弾くことは般若心経。ああ確かにそうかもしれないですね。そうそう、この動画でビル・エヴァンスの人生もかなり大変だったみたいなね、お兄さんとかあとガールフレンド死んだりとか、そういうような話をしてですね、で最後は自分自身もまるでなんかお医者さんか誰か言ってた緩やかな自殺だったみたいな、彼の死はでドクターストップかかってるのにそれを振り切って毎晩毎晩ねライブでピアノ弾き続けてどんどん寿命を縮めていったっていう話したんですけど、それをね緩やかな自殺と表現する人もいるんですけども、そうだったんだ、なんでそこまでしてピアノを弾き続けていたのか、鎮魂歌だったんですね。般若心経、般若心経の心が信じるになってますけどあれ般若心経の心って心じゃなかったけど、ちょっとあんまり自信ないのでごめんなさい。でもまあマグマさんなんか新しい視点でした、私からしてみれば。へえって、そういう視点でまたねコンセクレーションザラストを聞いてみたいなとまた思わせてくれちゃいましたね、マグマさん。この動画の収録終わったらコンセクレーションザラストもう一回聞いてみようと思いました。で、もう一名、桜井さんからのコメントですね。私のコメントを紹介していただいてありがとうございます。大西純子さんの曲へのアプローチは確かに分かりやすいですよね。文句は聞けば聞くほど味のある演奏ですね。そうなんですよ、まあ、この動画か、まあ、別の動画かで私言ったんですけど、あの大西純子のピアノソロ、ピアノのアプローチっていうのは非常に明快なプレゼンテーション力があるみたいな話をところどころいろんな動画でしているので、この動画でしたのがどの動画でしたのかちょっと覚えてないんですけれども、まあ、確かに。でもそれにご賛同いただいてくださいまして、どうもありがとうございます。でもちろん文句は聞けば聞くほど味のある演奏ですねって、もちろんですよって感じですね。その通りでございますと。で、田村さんからも、コメントいただいてます。コメント返しありがとうございました。片岡義雄氏といえばタルファーロの大ファンで、タルファーロといえばやっぱりエディコスタですよね。そうですよね、タルですよね、やっぱね。私は前々から気になっているのですが、エディコスターの詩的大名盤ハウスオブブルーライツを、あの寺島靖国先生が嫌いなアルバムと酷評しておられましたが、まあそりゃそうでしょうね、多分そうだと思いますよ。どうか高野先生で名誉回復をしていただけませんか。あの寺島先生の意見を真っ向から否定できるのは高野先生ぐらいだと思います。いやそんなことない、そんな真っ向から否定なんてとんでもない、もう神をも恐れぬ所業でございますよ。後藤正弘先生しかいらっしゃらないんじゃないですか寺島先生の意見を真っ向からですね言えるのは、イーグルのマスターの。まあでもね、エディ・コスタのハウス・オブ、まあ多分歌心がないとかいろいろメカニカルだとかそういうふうに、ね、否定されているのかもしれませんけれどもね。で、まあ、よくね、あの寺島さんはメカニカルの演奏大嫌いなんですよ。そういうなんか機械的な演奏みたいなね。だから例えばほら、マッコイタイナーのほらペンタトニックプレフレーズとかあるじゃないですか、タラララ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 みたいなね、そういうのってほら指の運動みたいなフレーズって時々するジャズマンいるじゃないですか。でそういうのが多分ね寺島さん嫌いなんですよ。だからよくメカニカルとか、あと大理石のようなとか、ヨーロピアンジャズとかでちょっとなんか
冷たい感じのする演奏とかをこう大理石のような、でも要は冷たいみたいな、美しいけど冷たいみたいな形容だと思うんですけれどもね。だからもうちょっと熱のこもったぬくもりのあるような演奏が好みのようだと思うんですけれども、じゃあトリスターノとかも嫌いなんでしょうね、きっとね。いろんなスタイルあると思うんですけれどもね、その弾き方、情感の込め方っていうのもその人それぞれの美学ってありますし、あとほら文体っていうのもね、作家にもあるじゃないですか。でその作家の文体で、まあ、好き嫌い分かれると思うんですけれども、やっぱり寺島さんの場合はもうなんていうのかな、そういう冷厳な文体みたいな、ちょっとドライな文体とか、そういうのは多分嫌いな方だと思うんですよね。それと同様に、何なんでしょうね、こういうタルファーローじゃないや、タルファーローは私好きですけど、でも寺島さんタルファーロー好きなのかよく分かんないですけど、でもタルファーロー嫌いな人って結構いるんですよね。なんかポクポクした三味線ギターみたいなこと言ってたジャズキスタマスターもいましたけれどもね。だからね、でしかもタルファーロのポクポクとした三味線ギターとエリコスタのカクカクとしたあのポキポキピアノがあるからこそ、あのベースの柔らかいベースが際立っていて、あのタルっていうのは三位一体すごくねバランスの取れた名盤なんじゃないかなと私は思っているんですけれどもね。そうかね、やっぱ嫌いな人はまあしょうがないんですよね。好きになれって今更言ってももう寺島さんももう御年70代じゃないですか。70年生きてきて好みを変えることはもう多分難しいと思うんですけれどもね。でもまあエリコスターいいっすよみたいなね。だから寺島さんからしてみればどうなんでしょうね、そういうポキポキしたちょっと機械的メカニカル非人間的血が通ってないとか、おそらくそういうようなあれで否定されてるのかもしれませんけれども、まあ、作家で言えば難解な文体の人がきっと嫌いということなんですかね。安倍工房嫌いとか大江健三郎嫌いとかね、まあ、ちょっと分かりませんけれどもね。でもまあ損してるとは思いますけどね、ジャズの楽しみの半分を。そういう演奏もありながらも、でもそういうピアノを弾いていながらも他のサイド面を聞いてみると意外と光るプレイしてたりすることもあったりするんですよね。なんかこのサックスいまいちだなと思ったりとかしてもバックのピアノが意外と良かったりとかね。だからね、全否定してしまうとなんかちょっと楽しみ失うような気はしますけれどもね、とは思っておりますけれども、私もあんまり人のこと言えませんね。やっぱ日本のフュージョンはあんまり聞く気しないから最初からねってまあ一部ですけれどもね。だからそうね、あんまり私もあの評価してないのもあったりもしますので、まあそれがあれなんでしょうね、私のカシオペアとかスクエアに値するのがきっと寺島さんのエディコスターなんでしょうね、なんて思っておりますけれどもね。それで私はですね、こういう返信したんですよ。以前このような動画アップしてるんですが、こういう内容では甘いですかみたいな、つまりね、エディコスターのハウスオブブルーライト表をあの以前動画でアップしてるんですね。下の概要欄にリンク貼っておきますけれども、まあ、YouTube 始めたての頃にエディコスターのあれアップしてるんですよ。ハウスオブブルーライツがの素晴らしさみたいなことを紹介した動画ね。だからもし興味ある方がいらっしゃれば聞いていただければなと思っておりますけれども、まあエディコスターいいですよ、以上って感じですそれ以上にこれ以上言いようがないかなって感じですけれどもね。まあそういうことで、あの田村さんどんどんいろいろコメントをね、その後くださってますけど、もうどんどんコメントください、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。